どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、天の川銀河の中心部で、巨大な銀河の残骸を発見かというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。私たちの太陽系が属する天の川銀河には、実に2500億個もの恒星が含まれていると考えられているんですけど、実は天の川銀河は、宇宙に存在する無数の銀河全体の中でも、非常に大きい部類として知られています。天の川銀河は、その周囲にあって重力的にお互いに結びついている銀河の集団である、極部銀河群、英語で言うとローカルグループというものに属しています。ローカルグループには、40から50個程度の、銀河が含まれているんですけど、天の川銀河というのは、こちらのアンドロメダ銀河ですね、それに次いでこの極部銀河群全体の中でも2番目に大きい銀河であると知られています。さらに、このアンドロメダ銀河のかなり近い場所に存在していると考えられている、三角座銀河がこのローカルグループの中で3番目に大きい銀河なんですけど、それに次いで4番目に大きい銀河はこちらの大マゼラウンという天の川銀河の周囲を公転する衛星銀河なんですね。そしてこの衛星銀河、大マゼラウンは、矮小銀河という小さい銀河に分類されてしまいます。なので、矮小銀河ではない大きな銀河自体がローカルグループの中ではアンドロメダ銀河、天の川銀河、三角座銀河の3つしか存在してないんですね。観測可能な宇宙には、実に2兆個程度の銀河が存在しているというふうに言われているんですけど、それらのほとんどが矮小銀河であるというふうに言われています。もともと初期の宇宙で形成された銀河というのは非常に小さいものばかりであったと考えられています。そのような矮小銀河が長い宇宙の歴史の中で何度もお互いに衝突し合って、そして成長して現在の天の川銀河のような巨大な銀河になったというふうに考えられているんですね。銀河を構成する星々の間隔は非常に広いので、銀河が衝突したとしても星々はお互いにぶつかり合うこともなく、合体後にできた一つの銀河の内部で共存することができるというふうに考えられています。ですが、もともと天の川銀河にあった星々と外部から突入してきた別の銀河を構成する星々とでは、その運動の方向や誕生した年代など、様々なパラメーターが異なっています。そのため、逆に言えば天の川銀河を構成する星々の固有の運動や組成などの状態を調べることによって、もともと天の川銀河の一員だった星々と、途中で外部から突入してきた星々というのを分類することができ、過去に天の川銀河でどのような銀河が衝突してきたのか、そしてどのような衝突であったのかということを知ることができます。例えば、ESA が行っているガイア計画というものでは、天の川銀河内の10億個もの星々の位置や固有運動を調べることによって、天の川銀河の全体像や過去に起きた銀河の衝突の歴史を知ることを目的として探査を行っています。そして探査の結果、天の川銀河の他の星々とは運動方向や軌道が全く異なっていて、年齢やそして形成された場所も異なる星々の集団が発見され、これらは過去に別の銀河を構成していた星々であるというふうに結論付けられています。この動画で言うとこの赤い星々ですね。で、それらの星々を束ね、天の川銀河に100億年も前に衝突してきた銀河というのはガイア・エンケラドスというふうに名付けられています。ガイア・エンケラドスは現在の天の川銀河の直径の10分の1程度と、大マゼラウンクラスのサイズを持っていたというふうに考えられています。まあ、当然、かつての天の川銀河はさらに小さかったので、だいたい4分の1ぐらいのサイズの銀河が突入してきたっていうふうに言われてます。まあ、相当にでかい規模の衝突だったっていうことですね。そして、今月になって、銀河内の星々の分布や、超遠方の別の銀河の分布を明らかにすることを目的とした SDSS プロジェクトによって、天の川銀河内に新たに巨大な銀河の衝突の痕跡が発見されたというふうに発表されています。天の川銀河の中心方向にある、万単位の星々の固有運動や、組成を調べた結果、まさに天の川銀河の中心部にかつて別の銀河を構成していたというふうに見られる、数百個の星々、
つまりはかつての銀河の残骸が残っているということが判明したそうです。新たに痕跡が発見されて、過去に衝突していたと判明した銀河はヘラクレスというふうに名付けられていて、今から100億年も前、天の川銀河が形成されて本当に間もない頃に衝突してきたというふうに考えられています。そしてヘラクレスの残骸は、太陽系から天の川銀河の中心方向に約2万6000光年ですね、ちょうど本当に天の川銀河の中心部に埋まるようにして存在しているってことが明らかになっています。こちらは天の川銀河の、上から俯瞰的に見た場合の想像図なんですけど、まあ、ヘラクレスは天の川銀河の、棒状のバルジがここにあって、その本当ちょうど中心部付近に埋もれていることが示されています。はい、そして、ヘラクレスを地球から見るとこのように分布しているそうです。ヘラクレスの残骸は、現在の天の川銀河のディスク全体を取り巻くハローという構造の質量の約3分の1を占めるほど巨大な質量を持っているそうです。かつて天の川銀河と衝突したガイア・エンケラドスよりもさらに巨大かもしれないヘラクレスが、これまで発見されてこなかった理由としては、ヘラクレスが、天の川銀河の中心部に埋もれているからなんですね。天の川銀河の中心方向というのは、星間空間のガスや塵の密度が非常に高く、銀河の中心部から放たれた光というのを吸収してしまうんですね。特に私たちが目にする可視光線の吸収度合いが非常に高くて、だいたい天の川銀河の中心部から放たれた、光が地球に到達する頃にはだいたい30等級分も暗くなっているそうです。なので非常に観測が困難な状況になっているんですね。今回のプロジェクトでは塵やガスに隠れてしまう、可視光線ではなくて、それらの影響を受けにくい近赤外線の波長で銀河の中心部の奥深くの環境を注意深く調べた結果、こういった発見が新たにあったようです。一般的に天の川銀河のような巨大な渦巻き銀河というのは、誕生初期は穏やかな環境に置かれていたというふうに考えられています。そのため天の川銀河のハロー全体の3分の1を占めるほどの巨大な銀河ヘラクレスや、ガイア・エンケラドスなどといった本当に巨大な銀河と立て続けに衝突していたというふうに最近は考えられている、こちらの天の川銀河というのはもしかすると宇宙の中でも特別な銀河なのかもしれませんね。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の最新ニュースや雑学などといった動画を投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。サブチャンネルの科学ヤバイチャンネルではアニメーションを用いて宇宙に限らず広い科学分野の動画を投稿しています。こちらも合わせてご覧ください。